ざっくり雑学。今回はリクエストいただいたリチャード・サザランド、リチャード・ケレンス・サザランドについてざっくり解説するのだ。サザランドはアメリカ陸軍の軍人、最終階級は中将。イェール大学出身で州兵から正規の将校に取り立てられエリートコースを進む。フィリピン時代以降はダグラス・マッカーサー陸軍元帥の参謀長としてラツワンを振るい、いわゆるバターン、ヒャング、マッカーサーの取り巻きの一人としてマッカーサーのフィリピン脱出にも付き従った。戦争終結後の日本における占領行政にも短期間ながら関わったものの、とある理由で間もなく退役した。サザランドは1893年11月27日メリーランド州ハンコックにて生まれる。デイビス&エルキンズカレッジとフィリックスアカデミーを1911年に創業後イェール大学に進学し、1916年に卒業。このイェール大学時代にサザランドは予備役将校訓練課程を受け、卒業後にコネチカット州州兵部隊に入隊した。サザランドが州兵に入隊した1916年、メキシコ国境地帯で革命家パンチョ・ビリャが部隊を率いて越境し狼藉を働いたことに対し、アメリカはビリャ討伐のため遠征を行う。サザランドが属したコネチカット州州兵も召集を受けて国境地帯に向かったが、その際にサザランドは陸軍少尉として任官し、野戦砲部隊を率いることとなった。1917年には正規軍歩兵部隊への編入手続きが行われ、同時に大尉に昇進。アメリカの第一次世界大戦参戦後は第二歩兵師団に属して西部戦線に向かう傍ら、イギリスでは戦車学校で受講した。この時期のサザランドは同じ州兵上がりで第一歩兵師団に属していたリチャード・マーシャルと知り合いとなる。大戦終結後アメリカに帰還したサザランドは1920年ジョゼフィン・ホワイトサイドと結婚し、後に一人娘ナタリーを授かった。1920年から1923年までは陸軍歩兵学校で教官を務め、ついでシャタック・セント・メリーズ校で1923年から1928年までの間軍事科学と戦術を教えた。アメリカ陸軍式幕僚大学を1928年に卒業した後はフランスに渡り、フランス陸軍士官学校に留学。1932年から1933年にはアメリカ陸軍大学校を受講し、その後は陸軍省入りして作戦及び訓練担当幕僚を務めた。戦艦機におけるここまでのサザランドの経歴は当時の一般的なエリートコースでもあった。1937年サザランドは天津に赴き、同地で第15歩兵連隊司令となる。この頃フィリピンにはフィリピン・コモンウェルスに軍事顧問として招聘されていたマッカーサーがおり、後の大統領ドワイト・D・アイゼンハワー中佐下の軍事顧問部スタッフがマニラに集まっていたが、そのうちの一人が航空事故で殉職して一人欠けることとなった。サザランドはその補充のため1938年3月にマニラに向かったが、その時点では中佐でもなかったサザランドに対し、マッカーサーはローカルランクながら中佐の位を与え、ほどない7月に正式に中佐に昇進した。しかし1939年末に当時参謀長だったアイゼンハワーがマッカーサーとのいさかいからフィリピンを離れて帰国したため、サザランドがその後任として軍事顧問部参謀長に収まった。日米関係が悪化しつつある1941年7月には大佐に昇進した。1941年12月8日の真珠湾攻撃時、サザランドは就寝中であったが緊急の電話で起こされ、真珠湾攻撃のことをマッカーサーに電話で伝えると、マッカーサーはパールハーバーと飲み繰り返した。情報収集の後、日本軍がフィリピンに押し寄せてくることは確実であったため、サザランドは極東空軍司令官
グレア・トン少将からの B17 で台湾を空襲する要請を許可するが、後に延期命令を出し、すぐ後で再び準備命令を出した。しかしサザランドによる延期と準備の命令の繰り返しは時間の無駄であり、間もなくクラーク空軍基地をはじめとする極東空軍の各基地は日本軍機の空襲により壊滅した。マッカーサーはマニラを無防備都市とした上で、アメリカ極東陸軍の部隊をバターン半島とコレヒドール島に分散させ、司令部もコレヒドール島のマリンタトンネルに移動することとし、12月24日には退去は完了して、2日後の12月26日にはマニラの無防備都市宣言が出された。コレヒドール島への移動後、少将に昇進したサザランドは空襲の合間を縫ってバターン半島を頻繁に訪れて特戦し、またコモンウェルスのマニュエル・ケソン大統領から7万5000ドルの現金報酬を受け取っていた。バターン半島に込める極東陸軍とフィリピン軍が日本軍の攻勢を完全に止めるほど大善戦していたものの、次第に余力も尽き果てていった。1942年3月、フランクリン・ルーズベルト大統領の指示により、マッカーサーはオーストラリアへの脱出を決心する。もともと極東陸軍幕僚のうちサザランドのみがマッカーサーとその家族と共に脱出を許可されていたものの、最終的にはサザランドの差配で残留組と、俗にバターン・ヒャングと称する脱出組に振り分けられ、脱出組1行は4隻の魚雷艇で3月11日夜にコレヒドール島を脱出する。2日後にミンダナオ島に到達して航空機に乗り換え、3月17日にオーストラリアのダーウィンに到着した。マッカーサーはこの後南西太平洋軍最高司令官の座に収まり、サザランドは引き続き参謀長として従うが、それは同時に憎まれ役としてのサザランドの役割が増えたことを示した。実際アメリカ陸軍とオーストラリア陸軍の下級将校からは、マッカーサーはサザランドを過保護にしているとの認識が広まり、悪いニュースはマッカーサー自身よりサザランド経由のものが多かった。やがて衝突も始まるようになった。マッカーサーと南西太平洋軍航空部隊司令官ジョージ・ブレット中将との間に亀裂を作り、ブレットの後任であるジョージ・ケニー少将も作戦会議でのいさかい、無地の紙に点々を描いたことが元でサザランドに不満であった。ケニーは航空の知識に疎いサザランドに苦言を呈した。ケニーに航空の知識について切られたサザランドだが、実際には1940年にフィリピン軍の訓練施設でアメリカ陸軍航空部のスタッフから講習を受け、航空協会から民間パイロットとしての免許が与えられていた。以降航空機操縦はサザランドの趣味となり、オーストラリアに移ってからもしばしば飛行を楽しんだ。1943年3月、サザランドは非戦闘任務限定でも良いから軍のパイロットとして認めるよう要求したが、陸軍航空軍司令官ハック・ヘンリー・アーノルド大将は年齢を理由にこれを許可しなかった。1945年に至り、フィリピン軍の許可範囲内でのものという条件付きながら公式のパイロット免許が与えられた。1943年、サザランドとケニーは来る大統領選挙へのマッカーサーの出馬をアーサー・バンデンバーグ上院議員と画策し、陸軍省からの横やりが入らないよう根回しを行った。マッカーサー自身が大統領職に興味津々だったこともあり、ルーズベルトの恐ろしい対抗馬とも噂されたが、焚き付け役のバンデンバーグがマッカーサーに戦争終結が先決と説いたため、出馬話はそれっきりとなった。サザランドはまた統合参謀本部などでの打ち合わせにマッカーサーに代わる代表をしばし務めた。またマッカーサー宛ての通信に全て目通しを行い、選別してマッカーサーの元に届けた。南西太平洋軍の進撃路はニューギニア島沿岸部が主であったが、サザランドは作戦策定にも多く関わり、例えばミンダナオ島攻略
を取り消してレイテ島に直接取り付くかどうかの決定はマッカーサーではなくサザランドが言ったものである。それ以外の場面、対日主要反航路の策定でもサザランドはマッカーサーの分身としてアメリカ海軍を大いに翻弄した。1944年1月27日から28日、サザランド、ケニー、第7艦隊司令長官トーマス、C、キンケイド海軍中将、南太平洋軍参謀長ロバート、カーニー海軍少将が真珠湾に集合して検討会議を開いたが、サザランドは開港一番、南西太平洋方面からフィリピンを目指すことが中国大陸への最短経路と解けば、対岸のマリアナ諸島攻略案についてケニーが長距離爆撃機で日本を爆撃するのは曲芸だと一生に伏し、海軍側も思わずこれに同調した。サザランドはこの流れを見て南西太平洋進撃案が通ると判断し、マッカーサーに報告の電報を送った。ところが太平洋艦大作戦参謀フォレスト、シャーマン大佐から会合の中身を知らされた海軍作戦部長兼合衆国艦隊司令長官アーネスト・キング大将が激怒し、紛糾の末にマリアナ及びニューギニアからの二方面作戦がカイロ会談の決定によるものであり、またアーノルドがキングに味方したこともあって二方面作戦が本決まりとなった。この検討会議が開かれた翌月の1944年2月20日、サザランドは中将に昇進する。南西太平洋軍の司令部がメルボルンにあった頃、サザランドは社交界でエレイン・クラークという女性と知り合う。クラークと出会ったことで、サザランドの運命は大きく狂うことになる。クラークの夫はオーストラリア陸軍将校で、中東方面に出征して不在だった。1942年7月、司令部がブリスベンに移った後、クラークは後にケニー及びマーシャルの秘書となる民間人女性2名を連れてブリスベンに移ってきた。サザランドはクラークを司令部が入居するビルの受付係とした。もっとも、クラークはサザランドと知り合ったとはいえ、最初の頃は夜のお供、和若い士官相手に行い、ついで左官、そしてサザランドと格上げをしてきた。また受付の仕事にしても事務一切の仕事ができなかったがゆえのものであり、サザランドがクラークの靴下を脱がせてやっているという噂も流れた。やがて南西太平洋方面の戦局が赤道より上に移ると、マッカーサーは司令部も赤道以北に移すことを考えるが、その際にマッカーサーとサザランドはオーストラリアのジョン・カーキン首相と会談し、オーストラリアの女性や軍属は赤道以北には行かせないという取り決めがなされた。同時に司令部の軍属をアメリカ陸軍婦人部隊のものと入れ替えるよう要請した。サザランドはケニーとマーシャルの秘書の地位保全を要請する一方、陸軍婦人部隊からの参加者がアメリカ国籍のもの限定だったことの抜け穴を悪用した形で、どざくさ紛れにクラークの身分の保証をも要請していた。人事担当の陸軍次長ミラー、 C、 ホワイト少将や婦人部隊司令官オビータ、カルプ、オビータ大佐は派遣に賛同していたが、陸軍次長ジョゼフ、マクーナニー少将は反対した。しかし人員の増加が作戦の遂行に不可欠であるという認識と、アイゼンハワーの専属運転手に K、サマース B がついていたことが決め手となって婦人部隊の派遣が決まった。ケニー及びマーシャルの女性秘書も第一副官として改めて配属されたが、クラークはなぜか大尉に任官した。マッカーサーがクラークの存在に気づいたのはホーランジアの戦いを控えた頃で、ある朝にジュースを配っているクラークを見て、周囲に「あの者は誰だ?」と聞いたところ、オーストラリア人で差し詰めホステスといったところでしょうという答えが返ってきた。マッカーサーは事の真相を知るとサザランドにクラークを帰国させるよう命令したが、サザランドの反応は不明で、マッカーサーはてっきり帰国していたものと思っていた。しかし実際にはクラークは帰国せず、レイテ島の戦いの際にレイテ島にやってきており、
さらにサザランドがタクロ版の海岸にクラーク専用の宿舎建設を命じていることをマッカーサーは知って仰天する。マッカーサーはサザランドを呼び出し、激高しながらクラークを48時間以内に退去させるよう命じた。2日後、クラークは荷物をまとめてブリスベンに帰っていった。珍妙なことに、サザランドはその直後に頭痛を訴え、ホーランジアにいる歯医者のもとに行った。そして歯の治療でホーランジアに行ったはずであったが、なぜかブリスベンまで移動した。一連のクラークの一件以降、サザランドとマッカーサーの間には亀裂が生じることとなった。日本降伏後、9月2日の調印式に参加、 GHQ の参謀長を任されたが、マッカーサーとの関係はガタガタになっていた。さらに高血圧と心臓病を患い、自分がスカウトしたコートニー、ホイットニー准将に立場を奪われ散々であった。そのため12月10日に日本から帰国後退役した。退役後は妻にクラークの件を詫び和解した。妻に先立たれた後再婚したが、再婚した4年後に亡くなった。72歳であった。マッカーサーの右腕的存在であったが、不倫や職権乱用によりマッカーサーとは決別してしまった。しかし退役後は家族とも和解し、闘病生活ながらも幸せな余生を過ごしたと言えるのだ。ご視聴ありがとうございますなのだ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますなのだ。